豊池大神社は、京都府福知山市大江町天田内にある神社。旧社格は、府社。元伊勢伝承地の一つ。豊池姫命の地は、有力天皇の時に丹波国から遷宮して、伊勢神宮下空に祀られたとされる。当社はその元伊勢伝承地の一つで、豊池大宮宮宮の元宮であるとの伝承から、元伊勢下空とも称される。市内大江地域には、当社の他にも、 以下の元伊勢伝承の神社があり、総称して元伊勢三社と呼ばれている。延暦23年の留行ゆ儀式長に有楽天皇が天照座公御神の夢、宅をこむり、御仙と神として遠行き大御神を丹波国から伊勢に迎えたのが下空であると記す。それに基づいて、当神社は有楽天皇22年に伊勢へ先座したそのこちであるという。あるいは、 元鎮座地は、火のままなため神社であるが、有略天皇22年に、異性先座する途中で当神社の地に、しばらく鎮座し、その跡地に建立したものであるとも言う。また、それとは別に、陽明天皇の第三王子であるマロ古神皇が、当地の鬼を退治するに際して、内宮と共に誕生したものであるとの遺伝もあるの、丹後州宮津夫氏。 近世以前の遠隔は不明であるが、江戸時代には、明暦2年に、宮津藩主、京国高国が、将軍、伊綱の放送兵を祈願して、社殿を造営し、遠方5年に、同、長井直長が四国六都四省二号の車両を寄せ、移合藩家は変わりながらも、歴代藩主の社産や大三、基神等の集計を受けたという。昭和5年腐舎に列し、戦後は、 神社本庁に参加している本殿周辺に鎮座する鉄道車、ありがとうございます。